はい、どうも江戸ですということで、私は今ですね東京ドームに来ております。まあ台湾4試合全部見に行った割にはですね、東京帰ってきてから今日が初めて見に来るというね、はい、完全にわか野球ファンなんですけれども、今日はね、決勝戦台湾戦ということで、ぜひね、日本がねこのラグダスプレゼンツ WBSC 第3回プレミア12の勝者、優勝とチームとなれるように、全力で応援していこうと思います。じゃあね、せっかく東京ドーム久しぶりですね。本当タイガースの試合が8月ぐらいに東京ドームの試合終わったんで、それ以来ぶりに来たんですけど、まあ、せっかく来たんで東京ドームグルメをね食べたいと思います。やっぱね台湾ではね台湾グルメばっかり食ってて、やっぱ東京ドームのグルメがもう恋しくて仕方なかったですね。はい、ということで買ってきました東京ドームドッグです。この陸上グルメランキングナンバーワンの東京ドームドッグ食べてみようと思います。はい、ということで、じゃあ食べてみようと思います。これね、あの台湾から来た台湾人が こんなの食べないことを望みますね。はい、大好きやん。
たちみんな野球場へ行こう。夢を手合わせ全部あの空を駆け巡る。だから大好きなんだ野球場へ行こう。台湾での試合を出てですね、まあ、あの日本代表はより強くなって日本に帰ってきました、日本、そして今日の相手は台湾ということで、まあ、この大会ついに3回目の対決となりますが、日本の実力を見せつけてですね、まあ、あの台湾と、1位2位という形で、まあ、日本が1位台湾が2位という形にできればと思います、まあ、台湾の皆さんもね台湾戦の動画、非常に多くの方に視聴していただきありがとうございました、まあ、この試合でねこの大会終わっていきますけれども台湾との友情はねこれからも続いていくと思いますので引き続きよろしくお願いします。それでは、日本代表のね勇姿を見届けていきたいと思います。続きは公式映像をご覧ください。はい、ということで公式映像で試合を振り返っていきましょう。いやマジかマジか。はい、ということで日本先発は東郷翔征投手、初回からピンチを招きますけれども、一打先制の場面ですが4番のリン・アンクア選手をですね、空振り三振に仕留めて、1回は無事0点で抑えるという形になりました。はい、3回東郷投手ですね、またもピンチを招きます。2番のですね、リン・リツ選手、これリン・リツ選手めっちゃいい選手だと思いますね。普通に日本球界でももしかしたら活躍できるかもですけれども、ライトへのヒット放って1・3塁のピンチを招きます。ただ、ここはですね、3番のチェン・ジェシン選手にですね、ショートゴロということでここは抑えました。はいはい、でその裏なんですけれども、ワンアウト1・2塁のチャンス、バッター桑原選手空振り三振。いやちょっと桑原選手この大会全体的に絶不調でしたね。でその後小園選手がカーブを打つもセンターフライ、まあ、正直日本全然チャンスなかったんで本当に点取るならまずここで1点は取っとかないとダメでしたね。はい、もうちょっとねこういうところからね良くないものが漂いますわ。で4回裏またも日本の攻撃ですけれども、まあ、辰巳選手がフォアボール選びますが、続いての森下選手の打球、これね、チェン・ジェシン選手がナイスキャッチということで、いや普通に3番センターチェン・ジェシン選手めっちゃいい選手じゃない。普通にこれもね日本球界活躍できるんじゃないかなと思いましたね。はい、でその後牧秀悟選手はセカンドゴロということで、この回もね先頭出るんですが得点できないということで、魔の5回に突入します。まず先頭のですねリン・ジャーチェン選手、宇宙界の先制ホームラン。ちょっとね戸郷選手やっぱりちょっと大舞台ではなかなか活躍できないのかなというところがあります。 CS でもね、まあ、2敗してますし、まあ、ちょっと正直厳しかったですね。この後なんですよ、しかも1点取られた後ね、3番チェン・ジェシン選手に、まあ、痛恨のスリーランホームラン。これでね、0対4ということで、いやもう台湾の選手はすごい喜んでますし、まあ、このチェン・ジェシン選手はね、あの統一ライオンズの選手らしいんですけれども、まあ、本当大活躍ですね。普通に株が上がりましたね。はい、まあ5回裏ね、また日本はチャンスを作ります。はい、1・2のチャンスですけれども、まあちょっとね小園選手、まあ何日か前は大活躍でしたが今日はねなかなか打てませんでした。点を取れないという形になります。はい、7回またしても日本ピンチを招きます。ランナー1・2のピンチ、ここはねまずチェン・ジェシン選手をね、空振り三振に取ると
ということで、大変素晴らしい隅田投手はね、よく踏ん張って、まあ、4点以上は取らせないという形になりました。ここね、セーフの判定だったんですけれども、リクエストで覆るということで、やっぱり源田選手とね、あとこれ、牧秀悟選手のナイス捕球で、もぎ取ったアウトでした。逆転のね、ムードがね、すごい漂ってるかなっていう風にスタンドでは思えたんですけれども、まぁ、ちょっとね、なかなか厳しいですね。はい。まあ、8回、こっちは藤平投手ね、ランナー出しますけれども、ここはね、なんとか抑えるという形で、ランナー3塁まで行かれましたけれども、望みをね、つなぎて、4対0のまま、9回突入という形になります。はい。ただ、9回、得点できず、最後はゲッツー。栗原選手のゲッツーで、試合終了。ということで、台湾代表はね、初の世界一の称号を得ました。泣いてる選手もいましたし、まあ、試合終わった後も大歓喜が、訪れていました。はい。素直におめでとうございます。日本代表はね、この、悔しさをバネに、次なる高みへ目指してほしいと、そういうふうに思います。やばすぎやろ、やばすぎやろ。ということで、日本代表はまさかの敗戦ということで、めちゃくちゃ悔しいですね。何のために台湾に行ったか分かんないんですけども、まあでも、はい、お疲れ様でした。まあでも相手がね、台湾で良かったんじゃないかと思います。さあということで、日本代表は銀メダル、シルバーチームということで今表彰されています。いや悔しいですね。ちなみに辰巳選手は今日負けたらピッチャーにコンバートするというふうに言っていたので、来年からピッチャーとして活躍するみたいです。いや、台湾の方もだいぶ大勢いらっしゃってますね。で、まあ、これからゴールドメダル表彰ということで。はい、ということで、ダグラス・ブレイデンス WBSC 第3回プレミア12はこれにて以上。日本はね、次の国際大会でぜひ王者を奪還してほしいと思います。それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。